なんとかあの悪魔の拷問器具から抜け出せたぞ。これを作った奴が適当に穴を開けてくれたおかげだな。助かる。して、こいつは何なんだ？この拷問器具の安全な場所にいるけど。お前今俺のこと見たなー。ゆるさん、俺のことを見ていいのはエンコちゃんだけだ。ぶっぴーしてやるよ。オラー、オラー。裁判長、以上が証拠映像になります。これは当て逃げと同じ部類に入るのではないでしょうか。いやなんか急に裁判始まったけども。いや判断が早いな、鱗滝さんもびっくりだわ。ちょっと待ってください。私はあの時拷問器具、いや拷問施設に収容させられてたんですよ。そこの安全地帯にいたこいつの方が罪が重いのではないでしょうか。おいこいつ意見がコロコロ変わってんぞやと。いやそもそも死刑はもう執行されてるんだよ。いやなんだこの茶番。という夢を見てました。夢を近い。ということで皆さんこんにちは。つかみの編集をしたせいで今日投稿できるか不安な霊夢です。夢を再現してくれてありがとうとマリサだぜ。さて前回トラップタワーを作成したわけですが、作った理由として火薬が欲しいからというのがありました。以前の動画でも言ってたな。今回その火薬が手に入るという目標が叶ったので、火薬を使った超便利アイテムを作成しようと思います。ちなみに今から作るのは今までとは比にならない便利さです。なんならこれを使うためだけにクリエイトを導入を検討する人が。今日も風車がよく回ってますな。なんで今のセリフカットしたんだよ。いやだってクソだる衣装もない動画の導入みたいだったから。この発言は多方面爆撃になるぞ。もう一回注釈入れなきゃ。よし、これで低評価回避だな。あ、そういえば前回の動画でアイテム仕分け機能をつけるといいんじゃないというコメントが来ていました。はっはっはっは、バレていら。実は前回の動画の時間の都合でカットしていましたが、あの後すぐに仕分け機能を作っていました。これをやっておいた方が必要なものをすぐに取り出せるな。それだけじゃなくて、例えばエンダーパールみたいなドロップが少ないアイテムも、他のゾン肉や骨に邪魔されずしっかり回収されるというのも仕分けの必要性の一つですね。てかここで鶏肉も回収できてるので、実質このトラップタワーは食料生産施設でもあります。それにしては効率悪すぎるだろ。霊夢こそこそ噂話、中の人は鶏のささみがお肉の中で一番好き。あのパサパサ感がたまりません。というかちゃっかりドリルのエンダーマン対策もしっかりされてるな。冒頭の茶番は、映像だけは本物ですからね。放置中に倒されたらひとたまりもありません。霊夢こそこそ噂話、ひとたまりもないわ感じで効果が。ただの雑学じゃねえか。賢くなったわ、ありがとう。それじゃあ火薬をひとつまみいただきまして、帰宅、大釜を作って、ディスペンサーを作って、大釜、原木、ディスペンサー、滑らかな石、鉄ブロックで。大砲の完成です。なんだこの大砲、ドンキーコングで見たことあるぞ。そうか、こちらの大砲が今回のメインディッシュになります。ただこれだけではただの大砲なので、もう一つ重要アイテムを作成します。ラピスラズリと紙で。エンプティースケマチェックからの設計図になります。あれなんか今時間軸が崩れなかった？あと今回は初回ということで羽もつけて羽ペン付きにしておきましょう。で、この大砲と羽ペン付き設計図で何するんだ？工業で設計図と言ったら、あれしかないでしょう。この羽ペンを手に持つと、カーソル上に何やら空色の囲いが出てきてますね。おいそらがその色しかないとか空に対する差別だろ。いやめんどくせえやつだな。ちゃんと 73B8E にって。なんでわざわざカラーコードで言わなきゃいけないんだよ。てかカラーコードなんて誰がわかるんだよ。普遍的な言葉を使わせろ。この水色の枠がカーソル上に出てきます。いや水は本来無色だから水色とは。この水色のカーソルは、右クリックで範囲を指定できます。なんで殴った？これでブロックを範囲指定することができます。親父にもぶたれたことないのに。行くな。さあ答えはどっちでしょう。これに正解すれば1000万円はあなたのもの。ミリオネアじゃねえか。もうすでに答えはフィフティフィフティだわ。わかりました。フィフティフィフティですね。はいどうぞ。いやこれはポルノグラフィティ。どうした？今回無駄な茶番多くないか？本当ですよね。お前でい。コント、キュウリがただの水分と言い張る愚かな人類。ほらそういうところだよ。野菜の中でキュウリが一番好き？キュウリとかただの水分じゃん。わら。いやただの実体験じゃねえか。殺そう！はい、もうすっきりしました。熱が冷めるの早いな。クリスマスのカップルか。とりあえず、この囲いで範囲指定ができます。これは慣れるまでちょっと時間がかかる指定方法ですね。ただ指定の柔軟性は高いので、結構便利な指定方法だったりします。柔軟性があるとは言っても四角形しか指定できないのか。
これはマイクラという仕組み上仕方のないことです。さてこうやって指定ができたら、右クリックで設計図の名前を決めます。今回はとりあえずホで名前登録しました。そしたらもう一回からの設計図を作りまして、設計図のテーブルを作成します。さらっと新しいアイテム。これを開くとビルドクラフト触ったことある人なら見たことある UI が出てきます。この左にからの設計図をセットして、ここで設計図を指定。今回はホですので、このままチェックマークをクリック。これで先ほどの範囲の設計図が作れました。この設計図を持ってみると、先ほど出てきた水色の枠が出現します。ここで右クリックすると、こんな感じで、さっき範囲指定した風車の設計図が出てきます。これはまだ設計図段階だから実際に組み立てられたものではないんだな。そしてこの設計図、位置調整も1ブロック単位で簡単に行えます。これはマジで革命だな。上下の設定もできますし、位置の大幅な調整や、回転、そして反転もできちゃいます。こんなに色々調整ができるのは今まで見たことないな。そしてこれで位置が指定できたら、この大砲の出番です。この大砲の中に、の前に近くにチェストを設置、この中に材料を入れます。さてこの大砲の中に、まずは設計図をセット。その次に、左上に火薬をセットします。この大砲は動力は使わないけど火薬を使うんだよな。そして再生ボタンを押すと、組み立てを始めてくれます。この大砲は設計図通りにブロックを設置してくれるのか。はい、ビルドクラフトでいうビルダーと同じ機能ですね。足りないアイテムを確認しつつ、さっきのチェストの中に素材を入れていきます。そうするとバンバンブロックを打ち上げ、設置してくれます。ほい完成。お世辞にも早い設置とは言えないけど、それでも自動でやってくれるっていう点でお釣りが来るくらい便利な大砲だな。これを使っていくつか新しい施設を作ってみましょう。まずは焼き石製造機。今まではこのガラス製造機を改造して焼き石を作っていましたが、さすがに毎回改造するのは面倒なので新しく焼き石製造機を作ります。まずは範囲を指定して、ぴったり合っているのか確認します。この確認ができるのがグリッドが見えるメリットだな。ビルドクラフトだとこんなに簡単に確認できませんからね。ちゃんと指定できたら右クリックで名前をつけて、チェックマークをクリックします。ちなみにこの後また設計図テーブルを使って新しい設計図を作るのですが、こっちのボタンを選択すればそのテーブルを使う手間が省けるので皆さんはこっちを使いましょう。じゃあお前も使えよ。まだこの時はそのボタンについて知らなかったからね。仕方ないね。うおい、格子が脱走してるじゃねえか。しっかり親を認識してそこに行こうとしてるんだな。いやそんなことはどうでもよくてどこからもらあここか。回転のこぎりが悪さをしちゃったのかな。とりあえずここは埋めて、この牛は、まあいいか、放置で。さっきの設計図作ってきたよ。あのガラス製造機のコピーは、この2階に作成しましょう。場所を指定して、大砲を設置して、いろいろ設定して、稼働開始。早速不足アイテムの表示。はーい、取ってきます。取ってきましたー。これさ、別に大砲は建設予定地付近じゃなくてもいいのでは？確かに拠点の近くに置いておいた方が材料の運搬が簡単だよな。ということで大砲を解体して、拠点に設置します。待って、ここ地下だよね？はい、そうですね。かなのに大砲で地上にブロックを設置できるわけねえじゃん。もしできたらこの大砲は次元を超えた機能を持った超最新鋭大砲として論文が書け。撃てましたね。撃てるんかい。こちら、ドンキーコング大砲改め異次元大砲と命名します。いやこれ本当にどういう仕組み？これなら地下にいながら地上に建物を建設できますね。わけがわからないよ。そしてこんな感じになりました。初めて大砲を使ったからちょっと不だったけど、かなり快適に施設のコピーができました。しかも設計図はなんとセーブデータを超越して保存が可能になります。マジで次元の超越するのか。なのでこうやって事前に試作ワールドでゆっくり制作することも可能です。クリエイティブの方が作りやすいから、これはありがたいな。新しい機械を設置するために、古い機械を解体します。この機械は序盤の序盤で鉱石を増やす機械としてすごく役に立ったな。でも今は全然動かしてないので、一旦解体して、新しくコンパクトに作り直します。今ならクリエイトの知識は最初よりはあるからより効率的なものが作れそうだな。ということで綺麗さっぱり解体して、設計図テーブルから異次元で作った設計図を模写。ただのデスワールドを異次元とか言うな。
組み立て位置を設定して、地下で大砲稼働開始。やはりこれは異次元だな。実際の組み立てを見てみた。まあ、ノーコメント。いや、自動で組み立てられてすごいくらいわ。いや、工業的にはこれは日常の風景だなって。そうして組み立てられたのがこちら、自動プレス装置になります。インゴットをプレスしたアイテムは結構使い道があるから、この機械は今後も活躍しそうだな。なお仕組みは超シンプルな模様と30とは思えない簡素な機械だな。そしてそれと同じく別ワールドで作った機械をもう一つ作成します。今回は三人称視点で組み立てられていくのを見てみる。結構ポンポン設置されていってるな。今回みたいに仕組みが簡単なものなら実際に組み立ててもいいかもしれませんが、もっと複雑な機械を作るときなんかはこの自動組み立ては重宝しますね。いちいち試作ワールドに行って確認するみたいな工程が省かれるのか。でもまあ、まだそんな作るの難しい機械は登場してないんですけどね。ということで完成しました。こちら鉱石売買です。倍にはしてくれないけどな。これもさっき壊した機械のリメイクになりますね。鉱石はいくらあっても困らないから、これもずっと使うだろうな。ということで、今回はここまで。チャンネル登録よろしくな、マジで。それではまた次回お会いしましょう。